はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、抵当権消滅請求民法379条から386条について解説いたします。抵当権消滅請求っていうのは、抵当不動産の第三取得者は各抵当権者に対して書面によって一定金額を支払う代わりに抵当権を消滅させてくださいと請求できること、これが抵当権消滅請求なんですね。で、代価弁済とよく似てるんですけども、代価弁済との違いっていうのは、代価弁済は抵当権者が抵当不動産の第三取得者に対して請求するんですよ。で、一方で抵当権消滅請求は抵当不動産の第三取得者が抵当権者に対して請求するんですね。つまり請求する人が違うんだっていうことなんです。もっと言うと、どちらからのアクションによって抵当権を消滅させるかの違いなんですね。代価弁済については抵当権者のアクション、これによって抵当権を消滅させる制度なんですね。で、一方で抵当権消滅請求は抵当不動産の第三取得者からのアクションによって抵当権を消滅させる制度なんです。まあ、この違いがあるんですね。で、こちらの図については、基本的には前回お伝えをした代価弁済の内容と同じです。どういった内容かというと、債務者 A さんが B さんからお金を借りました。で、 B さんが債務者 A が所有する不動産に抵当権を設定したと。で、その後債務者 A さんは自分が所有する不動産、この不動産は抵当権がついた不動産、抵当不動産をそのまま C さんに売却をする。で、まだお金は支払ってないんですね。 C さんは A さんにまだ代金は支払っていない。この状況でC さんが B さん、まあ、これ各抵当権者なので、まあ、抵当権者が何人かいれば、まあ、全員に対してですね、全員に対して一定金額払うから抵当権消滅させてくれませんかって請求できるんですよ。これが抵当権消滅請求なんですね。で、この請求については書面で行います。書面を各抵当権者に送るわけですね。で、この請求を受けた抵当権者は内容を見るわけです。で、内容を見て、この一定金額少ないぞと、いやこれじゃちょっと認められないなと言った場合、書面到達から2ヶ月以内に競売の申し立てをすればいいです。もしくはもうその金額で OK だというのであれば、その請求に応じたらいいんですね。この金額で OK だよというのであれば承諾をすれば OK ということです。つまり抵当権者っていうのは、書面到達から2ヶ月以内に競売の申し立てをするか請求に応じるか、どっちか選択してくださいよっていう話です。で、もし何もしなかった、つまり請求に応じる、承諾もしないし、また競売の申し立てもしなかった場合どうなるかっていうと、この場合はもう承諾したものとみなします。で、承諾したらどうなるかっていうと、全員が承諾したというのであれば、各抵当権者にその一定金額をそれぞれ支払う。おそらくその金額っていうのは各抵当権者ごとに金額違うと思うんですよ。全くみんなが同じって場合ってあまりないんですよね。その非担保債権の金額によって変わってきたりするので、まあ、大体が違います、まあ、つまり抵当不動産の第三取得者 C さんは承諾してくれた金額をそれぞれに払うわけですね。で、払うことによって抵当権は消滅するよと、まあ、いうことになります。で、抵当権者の誰か一人でもこれダメだと、承諾できないっていうことで競売にかけられたら、C さんは代価を払うことなく、もう競売の流れに入っていくと。競売手続きに入っていく。という流れになります。で、ちなみに、この抵当権消滅請求ができない人っているんですよ。これ、例えば、保証人です。A さんは B さんからお金借りましたよね。で、もし C さんがその保証人になっていたと。で、保証人 C さんが債務者 A さんから抵当不動産を買った場合、保証人 C は抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることはできません。で、なぜかというと、保証人っていうのは債務者なんですよ。抵当不動産を買うお金があるのであれば、そのお金で抵当権者、まあ、つまり債権者にお金払えよと、弁済しろよって話なんですよ。つまりこのような抵当権消滅請求という権利を保証人に与える必要性はないということで、保証人は抵当権消滅請求はできませんよという話です。この点は注意点として頭に入れておいてください。
まあ、今回抵当権消滅請求について解説したんですけども、これすごく重要な内容なので代価弁済と対比しながら頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。